考える、でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使ってたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、この小さわに七面鳥はやっぱり出れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかった、あの頃。昔話を語り出す時もあって、貧乏自慢でスカウトする顔するやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり出てくる。俺はまだまだチキンライスでいいや。注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなものなんでも頼めるさ、スーパー家が立ち込める方法、見えた笑顔が今も忘れられない。街は賑やか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい、でもまあ全部食べきれるサイズのな。赤坂をプリンスを押さえとけ、ずっとまでは言わないが、七面鳥を持ってこい、これが七面鳥だ、思ってたよりでかいな、やっぱり俺はチキンライスだいや。